朝刊チェック9月9日月曜日配信分です。5秒前4 3おはようございます。時刻は8時20分。新しい一週間のスタートです。9月9日の月曜日朝刊チェックを天禄天子森スタジオからこもさんがお届けをしてまいります。 今日日は救急の日でございま,すまあ、あまりお世話になりたくはないんですけれども、救急車。今日も6時台に、この天六天ん森スタジオにやってまいりましたら、まあ、この辺りは病院がいくつかありますんで、よく救急車が通るんですが、えー、曲がっていってましたね。泊まり勤務の、ね、救急隊員の皆さんですね。8時20分ですから、どうですか。そろそろろ 日勤のの人が出てきてき交代とといいうことになるのかもしれれまませんお疲れ様でございます今、出動中の方もいらっしゃるかと思いますが、救急の日、えー、家ではちょっと一品、余分につけていただいて、もう一本、第3のビール飲んでもいいわよというふうに、優しくしてあげていただきたいなというふうに思います。 さあこのピーポーピーポーピーポーピー,ピー,ポ,ー,ピー,ピーポーピーポーピーポーと、えー、ドップラー効果で去っていく時には音が下がっていくわけでございますが読売テレビの誤報隠蔽につきましてはこの聴官チェックが始まる前に短くお伝えをいたしました昨夜の出来事でございます斎藤知事に対する辞職の申し入れということにつきましては もともと立憲民主党系であります兵庫県民連合が9月議会での不信任案決議不信任決議の上例という提案提出ということを言い出しました自民党といたしましてはもともと金沢さんを応援するということになっておりましたが途中 西村議員などの横やりが入りまして、自民党本部として斎藤知事を応援していた、そこで分裂があったわけでありますけれども、おそら、立憲が先にね、人数9人しかおれへんのに、こっち37人もいるのに、なんであいつら先に目立ち上がってっていう思いがきっとあるんでしょうね、まあ、そういうところがね、<laughs> 議会にはあるんだと思いますけれど、で、いや、自分たちは12日、 19日からあ県議会9月定例議会が1か月余りありますのでその前に辞職の申し入れをしようとでまあね何も知らん県民は「なんだお前自民党は不審任案出さない」って言うんだって言って「いやいや違います」まだ県議会開いてないのに、えー、不審任案出せませんからっていうそこから説明せなあかんのは先生方も大変やと思いますがで、えー、そこに公明党が乗っかってくる で県民連合も乗ってくる、共産党は2人ですが乗ってくる、無所属の人らも乗ってくるというので、あとは21人、維新も一緒に呼びかけて、やっぱりさすがにこれはあかんというので、えー、全86議員、一緒になって辞職を求めましょうと、自分の出所身体は政治家、自分で決めなはれと、ま,あ、まさに武士の情けで。 とといいいううので追い込もたたしましま維新の会といたしましては昨日の読売テレビの誤報によりますと、えー、オンライン会議を開きましたが自分たちで決めることはできず党本部の今週今日からのこの1週間そして県議会が始まるまでの19日までというふうに最初は言っておりましたそこまでに党本部が出す結論を見ましょうと。 いうふうに、まあ、昨日18時00分に読売テレビが出したわけでございますなるほどなあと思いましてそれを小野さん夜間チェックで配信をいたしましたすると実は20時2分に神戸新聞が同じオンライン会議を取材いたしましていやいやもうあの本部との調整は必要だけど兵庫の県議会県議団としましては21人 門、えー、さんみたいな人もですねもうしゃあないとあの宝塚選出でずっと斉藤知事のことを守ってたんですが、まあ、どうやら最近ここしばらく風向きが違ってきてるんやなという話を小耳に挟んだり大耳に挟んだり噂話を聞いてたりしましたが、まあ、そういう人も含めて、えー、やっぱり県民あの維新としては維新の県議団としてはもう 知事に辞職を申し入れましょうとでそのことを、えー、本部にもお伺いを立てましょうとそういうニュアンスなんですと神戸新聞が書きましたよその新聞放送局もみんなその流れで打ち出しましたとなると取り残されたのは読売テレビでございますこれはえいこっちゃというのでもう一回取材したんでしょうねそうしましたらやっぱり自分らの書いてたことが間違っていて解釈の違いがあって でで神戸新聞の書いいいてたたこことととがが正しいといううかったようでありますごめんなさいと謝誤って,ってそして前の記事を取り消しますとかちゃんと書いた上であるいはその記事をこう修正しましたっていう形でやりはったら全然私は吠えないんですけどもおそれを同じ昨日の18時配信の記事として見出しを正反対に変えて中身もまあ その該当部分のところをですねしれっと書き換えてそのままにしてたっていうところがああ恥ずかしい斎藤知事と全く変われへんやんけどの口が批判できんねんっていうことを先ほどお話をさせていただきましたしまった魚卓とか取っとかなあかんねやろなあと思ってスタジオにやってまいりますと実は 機能を開いたたページがそのまままになっておりました速報斎藤知事への辞職要求第二勢力維新は結論先送り9月8日日曜日18時0分配信という読売テレビの記事が画面に残っておりました同じ URL で書き換えられてたんでこれはあかんかなと思ったんですがありましたですねはい こちらですどんはいちゃんと書いてありますね、えー、コモさん何でも物を捨てられへんタイプなんですが捨ててなくて良かったですいわゆる魚卓という形になっておりましたですよねリスナーさんの情報によりますと本日の朝の情報番組スマタンでは当然訂正などはせずしれっと先送りではなく維新が 辞職申し入れへとやっていたという情報をリスナーさんから教えていただきましたちょっとその内容私この目で確認はしていないんですが、えー、読売テレビの言うこととリスナーさんの言うことやったらリスナーさんの言うことを私は信じますのでえー、残念ではございますがあこもさんそこまで言っていいんかいいやいや仕方がございませんねええー、だって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 ひどいんですもん それをですねもう一回確認しますね、えー、こんな風に変えておりましたじゃん、まあ、パッと見よう分からんかもしれませんが上のところに見出しがついておりましてこれが全然違う最初のやつは速報斎藤知事への辞職要求第二勢力維新は結論先送りと書いてあったんですがこちらの方では速報同じ速報ですか 9月8 18日日日曜日18時0分配信斉藤知事に「維新が独自案で9日本日辞職要求へ自民が提案の辞職要求案には結論出ずも」ということですので、まあ、その前に神戸新聞が20時02分に「維新 9日にも斉藤知事に辞職要求へ党本部と詰めの協議県議会全会派が辞職迫る構図にとなっておりましたはいなのでええー、ちゃいますよねええー、ちゃうんですよえー、なぜかなぜか両方とも同じ同じ日付同じ時間になっているっていうところが私不思議やなあと思ってね 読売テレビのあたりだけ軸が空間が歪んでいるんですかねえー、もしくは斎藤元彦知事と同じような頭脳の構造になっているのかもしれないんですけどまあ本当に何でもそうですが間違ってたと思ったら早誤った方がいいんですけどね私もいっぱいこれまで失敗してきておりますので自信を持って言えるのは 失敗したことについて、そこは限りなく早めに謝っております。はい、えー、そこは私、えー、はい謝、謝ってきましたんで、えーまあ、まあまあまあ、いろいろと、そのね、お仕事の関係とかで謝れないままになってしまったところも。 ありますから、その、うん、いになりたい気持ちも、わからいではないんですけれどもですね。まあまあまあ、置いときましょうか。あとはもう、読売テレビが勝手に自分でやってください。私は武士の情けとして、えー、ここまでにしておきますう。あとは自分らで考えて、自分らで結論を出してください。何もせんとそのままほったらかしたり、勝手に、えー、しれっと記事を削除していたりしたら、あなた方はずっと、 産後に傷をつけた朝日新聞のようなことを言われますよという話だけのことでございます、まあ、ここまで町の YouTuber のおっさんに言われたら腹立つと思うんですけどねええ腹立ったら謝っときなはれと思いますがさあ本題に参りましょう時刻は8時31分えー、NHK のニュースを準拠いたします維新兵庫県知事に辞職要求し 出直しし選挙申し入れこれこが昨日の夜の夜11時29分に早さ,さで言うと読売にも、えー、神戸新聞にも負けているわけでありますがまあそんなところでうちわの話で1分1秒どこが早いかなんてなことはリスナー視聴者読者には関係のない話ですから正しいことを書いてくださいませ。 兵庫県の斎藤知事がパワハラなどの疑いで告発された問題をめぐり日本維新の会は県政運営に支障が生じ始めているなどとして斎藤知事に辞職を要求した上でいわゆる出直し選挙で民意を問い直すべきとする内容の申し入れを9日に行うことになりました。本日でございます。 この問題をめぐり兵庫県議会では最大会派の自民党が行う方針の知事の辞職を求める申し入れに他の3つの会派も加わる方向で対応が未定の維新の会も方針を検討していきました3年前の知事選挙で斉藤知事を推薦した日本維新の会は執行部と県議団などが協議した結果斉藤知事に辞職を要求した上で いわゆる出直し選挙で民意を問い直すべきとする内容の申し入れを9日に行うことになりましたと、まあ、ずっと客観的な事実解明を行うべきと言ってはったわけですがその立場は守っているんだそうですでも実際問題けん制が前へ進みませんわなと9月議会になってもいろんなことが前に進みません来年度のことも考えなきません なのでという、まあ、理屈ですね。今日にも党本部の藤田幹事長が記者会見をし、こうした内容を説明した上で、速やかに知事に文書を提出することにしていますということであります。まあ結局、維新が最初にやったんだということが言いたいんですがね、ええー、維新、伝信と言いますけどね、字が違いますが、その通りと松井一郎さんが言っています。 橋本徹さんとの対談で、えー、まだ知事を守ろうとしていた松井さんでありますが事実解明優先としてきた当初維新の方針は率直に訂正しなければならない斎藤さんやがパワハラやおねだりを完全否定している以上事実解明は百条委員会が結論を出すほかありません維新にもその権限はありませんという今から11時間前のツイートに対しまして松井さんその通り はい、そうですか、百条委員会を設置した兵庫県議会のすべての会派が、百条委員会の結果を待たずに、知事辞職を求めている現状では、9月議会でも県民のための前向きな議論は期待できない、来年度の予算編成もままならない、県政を進めるためには、維新も当初の方針を訂正し、政治判断すべきだと、松井一郎さん、昨夜、X にポストをいたしました。 はい、そういうことなんですね。なので、生みの親にも見放されてしまった斉藤さんということになります。まあまあ、ここまで来ましたら、ですねそんなことを言われようが、私は、えー、真摯に意見は受け止め、えー、一つ一つ公務を続けていきますというぐらいの見えを切ってほしいところでございますけれどもね。うん、で、兵庫県議会議員は21人。 えー、維新がおりまして去年の統一地方選挙で当選した人たちですまあ、自民党の人たちで落とされてで維新の人がね勝ったというところもあったかと思いますがでまあ、中には自民党の市議会議員だった佐藤さんがあ維新で県議会議員になったりとかそういう人らもいてあります加藤さん兵庫県議会議員この人はまあずっと 突っ走っ走てですね岸口さんとかあー増山さんとかっていう百条委員会にも入って知事を援護バックしようとしてた人とはまた別の形でツイッターで一生懸命応援をしてはりましたどこまで書くかは党の会見を見てから考えますが塾耳たる思いと己の力不足を痛感しています。 なんであの父を守れなかったとおお情けない。自分の力のすごああ、あれは片山、片山副知事でしたね。じくじくじたる思いと己の力不足を痛感しています。誹謗中傷性が高くとも真実相当性が欠けていようとも、不正な目的が推測されようとも知事への告発が混じっていれば、告発文書の存在を確認した時点で公益通報とみなされ、告発者の探索は違法であるという多くの意見をいただきました。 はいそそうなんですよそうななんんでですすよよ県の認識が甘く違法性はないという従来の説明に疑義疑いが生じてきましたいやそのことずっと我々言ってたんですけどもそれでも県の判断が正しいとするならば知事自らが大きな熱量を持ち県民に説明していただくことが必要ですがここまでの騒動になると手遅れとも感じます。 今回の騒動の背景には改革を阻止しようとする勢力が見え隠れし一旦立ち直ることが県民の利益になるのか迷う場面も多々あります <laughs> 県庁の体質に課題があることや議会の対応についても多くの問題点が見えてきました知事を一人に責任を負わせることに不合理さを感じますが最終的には 組織のトップである知事が責任を取らなければならないのかなとも思いますこの3年間で知事が行ってきた政策については十分に評価していますただこの混乱を収束させるためには辞職し出直し選挙で真を問うことこそが最善の策であるとの結論を得ましたやっぱり読売テレビ誤報でしたね 我々が保身に走り、辞職申し入れで済ますということはありません。辞職に応じていただけない場合、高い派と協力して、えー、不信任決議が成立するための合意形成に努めます。おっと、後ろから球を打ちました。今回の決定について、多くの批判を受けるのは覚悟しています。そうですね、異信者の皆さんからは、おーいっていう声がいっぱい飛んでおります。 ここ数ヶ月リプランを見ることはなかったのですが今回は見て反省したいと考えています <laughs> すんませんでしたと日付変わって本日午前0時16分に書いて入りました結構遅その時間にみんな動いてましたねえー、私はまあ割に遅い時間に配信をした後今日のことがあったんで早めに寝ようと思って11時台には寝ておりました朝になって気がつきました加藤さん ああこれまでと全然お門が違う話を書いてはりますねまあまあちょっと前から加藤さんもどうもえ不信任に賛成するそうやっていう噂話は集まっていましたけどもねでもまあ私もね噂話を集めてしかやってませんので。 噂話を集めてしかやってへん私が朝刊チェックで噂話だけでそのまま喋っていいのかということがありましたので武士の情けで言っておりませんでしたが最後こうなりましたか松井さんもそうですかで多くの方がですねまあこれで斎藤さんが辞めたらめでたしめでたしと 昔あるところに元彦さんという知事がいました。元彦さんは友人に <laughs>「孫の名前を元彦にすると言われ」みたいなまあそ,、まあ、それはいいんですけどあのなぜ斎藤さんがその知事になったかもちろんそれは候補になったからではありまして。 大阪府の財政課長をしていた斉藤さんがなぜ知事選挙に出るようになったのかっていうここですよねこのところを言っているでそれはまあまあ自民党の結局西村さんをはじめとする森山さんをはじめとする自民党の人たちが応援をし自民党の本部としては斉藤さんを推薦一方本来県議団は 金沢さん井戸さんから続く金沢さんを応援して擁立をしますということを言ってたわけで、えー、県議団の内部で追われたわけでありますけれどもねでそのまあそういった動きででも多分、まあ、私の私のちっちゃな耳に入ってくる話で言うと、まあ、多分、まあ、西村さんなんかが 西村さんなんかがあの当時の自民党と維新の関係手を組んで一緒に憲法を改正していこうそんな動きを擁護から作っていこうというので、えー、手を組んで,で両方ともが斎藤さんを押すと金沢さんではそんな話はできへんからという、まあ、彼らの功名心があったのではないかという話を噂話で聞いているだけなので裏は取れておりませんけれども。 でただじゃあじゃあ西村さんが見つけてきたのかととも思えないというですね別の別のその斎藤元彦という知事が生まれる精子と卵子があ合体をしちょめちょめでこう 受精して着床して卵活が始まるというのはまた別のところにあったはずだとこれはまあ噂話を集めての私の推測ですけどねそこにはやはり松井さんの精子が入っていると私は思っております西村さんの精子ではなく高市さんの卵子ではなく 松井一郎さんの精子が私は入っていると思っているんですね。それは斎藤知事、斎藤候補が生まれたという意味ですよ、当たり前の話ですけどね。え松井さんなんですよ。だから、松井さんが守るって言ってた間は、維新としてもよう動かへんかったんですよ。今日、藤田幹事長が会見をし、でまあ猫馬場さんも、そりコメントせざるを得ないですけど、その。 現,現執行部がやはりその先輩やから立ててるとかっていう話じゃなくて維新なるものを維新なるものの成り立ちに関わるところの人らに足向けて寝られないという。 私はまあ維新最初本当に改革するもんだと思ってましたから平松さんが市長をやってた時にそこでえ市の職員とかに絡み取られている先輩平松さんのやってることとそこに橋本徹さんが出てきて改革するっていうことに対して私は拍手を送ってた方なんで別にあのえ平松さんのことを追い落としたいとかいうことではなくって一緒に毎週のようにビリヤードしてた中ですからそれはそんなことはないんですけど。 でも最初そう思ってたんですねただいろんな維新の悪いところが出てきた時に維新なるものってこの長官チェック始まる3年ぐらい前のあたりから維新なるものとは何かっていうコメントを私しばしばしておりましたで自分の中でそこが結論が出たんですね維新なるものとは何かっていうとまあ皆さんが維新嫌いの方がおっしゃるのとまたちょっと違うでしょうが金の匂いの ある権力の匂いのあるところに敏感な人たちが集まっているそれが意思になるもの自民党ももちろんそうなんですが自民党もそうなんですけれどもでもそれ以上に、えー、分かりやすく金の匂いのするところに敏感な人たちの集まり当初ね今まあ増えてきたんでいろんな人がいてはると思いますがそうだと思ってまして。 でその原点にいるのがもともと自民党にいた松井さんなわけですよ。ね。でまあまあさ、協定の話もありますわな、住みの上ボートレースのところの電飾の話とか、いろいろと話は聞こえてきますやんか。今回、まあ、どこまで言ってしまうと私の命が奪,奪われてしまうか分かりませんけれど、やっぱり松井さんと松井さんを支えている 維新のバックボーンになっている金、まあ多分、金と権力目当てだと思うんです、そこはね。まあさ自民党もそうだいや、そうなのかもしれませんけれど、その人たちにとって、まあ、つまり前に出るフロ,ントフロント企業とか言うたらまた怒られますね、これね。<laughs> もうこんなに言うとえらいことになりますね。ええ、その前に出る 知名度のある人間としては松井一郎さんなんですけど、まあ、その人たちその人その維新が今ある方がいい維新が力を持った方がいいと思っている勢力っていうのがあるわけですよ。でその人たちはそんなもうその金の単位で言ったらそんなその。 えー、4000万の退職金を3000万にして身を切る改革とか、えー、退職金をゼロにしますとか、まあ、その分毎月の給料に載せますとかもそ,んなそ,のそんな単位のゼロのお金じゃないお金が、まあ、まあ自民党には自民党でくっついてるんでしょうしそれは100兆円というあの、ね、100億を超える一般会計とか特別会計にそこに、えー、自民党は救ってるわけですけれど。 維新は維新で第二自民党として別の大いなる利権を確保もうすでにしていてそういう側からするとさらにあまり言うとほんまに僕殺されたかもしれませんけどねあの、えー、斉藤さんという軽いみこしを担いだら多分都合良かったんだと思うんですね。そそそれがまずやっぱりそもそもの原点にあって ででまあ斉藤さんの斉藤知事のとか類まれなるキャラクターとかいろんなあもう僕もあの紙飛行機飛ばすのは好きなんでねよく紙飛行機作って授業中飛ばして先生に怒られてましたけどあの頃は付箋はなかったと思うんでまあそう付箋を投げたりですねいろんなねことおら,おら オラ知事だぞってプリプリって言って怒、ね、りはるそういう類いまれなる性格の人であることはまあみんなわからなくてでまあばれたんだけどやっぱりここまで斎藤知事が辞めなかったあるいは辞められなかったのは彼を知事にした人たち、まあ、あの西村とかその辺の人らはもう全然何も言いませんけれどもう全くあの 離れているのか実はつながっているのか知りませんけどその辺の彼を彼をして知事候補に祭り上げた人たちの利害を考えると一,一知事の身分で自らのこの知事としての立場を放り投げますとかって多分言えないでまして斉藤さんという人は人,を人から言われたことをやるタイプの人なんで。 あの頭悪い人ではもちろんないんですけどただ自分で決められないタイプの人っていうのはいますんで人からこうしなさいって言われたことをやるタイプのそういうキャラクターキャラっていうか、えー、そ,うそういう性質の人だと思ってるんでだからやめなさいって言われるその自,分自分に影響力のある人マスコミがなんぼ騒ごうが何を言われようが記者会見でなんぼ叩かれようが。 自分がこの人が先生やと思った人からやめなさいって言われるまでやめると言わへんかった人なんでそういう意味で本日松井さんと松井さんのそのまだまだ背後にいる人たちからもう,もうお前あかんでって言われたら「はい」って言って僕は聞くような気はするんですけどねそれはねええー。 まあだからずっといろいろとマスコミが騒いでヤフーニュースとかにバンバン出てくる一個一個の何をもらったとかどういうふうに言ったとかっていうことが私が枝葉のことやとパワハラも含めて言ってるのはそういう意味でありまして君はパワハラを枝葉のことというのはどういうことだとパワハラというのはな人を死にいろいろそ分かってます分かってるんですけど根っこのところはそこではないかという私の それを論評と受け取っていただいてもいいですしざれ言だと思っていただいても結構ですしまあ単なる噂話を居酒屋で集めてきただけの話なんでねうんでいずれにしましてもその西播磨県民局長がこうしてほしいと今の県庁 48分10秒間にわたる片山副知事の取り調べ音声、私は聞きましたが、その中で、いや、それは僕、僕無理ですもん。今の県庁本庁で仕事するのは僕無理ですもん。大変でしょう、今、本庁の部長さんらみんな。それは僕、用しませんわ、そんなもん。はい、そうなんですよ。まあ、井戸さんの時は井戸さんで問題はもちろんあったんだと思いますが、 斉藤憲政になってえらいことになっているっていうことを100キロも離れた西播磨県民局で見ていた噂話を聞いていた県民局長がやっぱこれではあかんだろうといろんな思いはあったと思いますが図らずもこういう形で出てしまいそして大騒動になり百条委員会が開かれ斎藤知事が言うと。 冷たく言い放ったようになりますがそれは本当に自ら命を絶った本当の理由はそれは誰にも本当にわからないのでただそ,それを冷たく言い放つかどうかっていうところの人間性の問題はあるんですがそれは亡くなった方にだってわからないということもそういう自治という場合はありますんでねそれはそこは確かにわからないんですけど。 でもまあ結果的にこれは今まだ仕事をしている県職員の皆さんが県職員の皆さんがその意を受け止めてそしてまあ間もなく発表されるであろう斉藤知事が辞職をする出直し選挙が行われる次のまた殿様がやってくる中でこの3年間の混乱をあるいはそこまでにもたまっていた海を お全部掘り出してですね新しい働きやすい県民のためになる県政のできる県庁にしていってほしいと思うんですね、えー、西播磨県民局長の職を解かれてすぐに彼らが抹消してしまった令和6年2月西播磨県民局長の県民局長メッセージ長文であります。 ただ小説も書きたいと思っているようなそういう人ですから非常に示唆に富んだ長文のメッセージを出してはりましたファンの方も多かったようです西張間のその地域に関わることも書いていましたが3月31日に退職するその直前まあこの段階であの告発文を準備していたのかどうなのかまあ情報を集めていたんでしょうけれど その中で最後のメッセージとして書いて貼ることを改めてここで読みますのでどうぞあのこのチャンネルはですね今兵庫県職員の皆さんがこっそり隠れて公用パソコンで見ると履歴が取られてしまうので自分のスマホでご覧になっている方が多いんだと思いますどうぞ勤務時間外に見てくださいね。 ででないと後で何言われるかかかりませんからね「選ばれる職場働き続ける職場」というふうに書いた斎藤憲政はこの素晴らしい文章を亡き者にしてしまいました読売テレビがやったようにしかしちゃんと国立公文書館にワープしておりましたしっかり魚卓が取られておりますので2024年2月5日に保存されている 局長メッセージを改めてここでご紹介をいたします春が近づいてくると就職に関する話題が多くなってきますよね就職人気ランキングというデータを数多く見かけます調査方法が異なるからでしょうか結果はさまざまで何が正解なのかいまいちピンとこない気もしますその中で地方公務員や 国家公務員が上位を占めているランキングもあります。ソニーや味の素と同列で地方公務員が一括りにされて比較される意味があるのかやや疑問ですが公務員は景気不景気にかかわらず一定の人気はあるようです。一方で具体的な採用となると定員割れが起きているという報道もありました。ここれってどういういとなのか そうじて希望者は多い職種によっては違うのか、応募者は多いが採用したい人は集まってこないのか、誰でもいいからと定員まで採用すれば数は確保できるのかもしれませんが、それでは将来に大きな借りを作ります。一旦採用すればおよそ40年雇用していかなければなりません。障害賃金を考えれば、その職員一人を採用するということは、 大きな買い物と言えますところが近年転職のための若い世代の途中退職が増えていると聞きます地方公共団体間で行き来する例もあるようです実家へ戻らなく,なくてはならなくなったので故郷へとか単身赴任が難しく遠方への転勤が無理なので支障へと理由は様々で 一概に悪いいい話ばかりではななんだととううようなととも言いようはないですが一生懸命育てた職員に出て行かれる側の団体にとっては痛手であることは間違いありません特に小さな市や町ですとリカバリーが大変だそうです就職先を選ぶにあたっての条件ってどのようなことなのでしょうかやりがい将来性 労働条件雰囲気などなどそして現に選ばれている企業団体の実態はどうなのでしょうね実際に働いてみてどうだったのでしょうね地方公務員を希望する人がどの団体を選ぶのかこの理由はなかなか面白いです実際に自分が採用面接をしていた時の経験では 公務員なななりりたたいののははかかまましたがででぜ兵庫県なのですすと尋ねます答えはいろいろと返ってきますが模範解答のオンパレードで突っ込んでいくと案の定結果は結局はあやふやな答えにまあそれでいいんですけど大体いい自分からして三十数年前に兵庫県を受験した理由は 兵庫県って安定していてそれなりに大きいし市や町は地元密着すぎるしなんとなく自分に合ってないのと違うかなという調子でしたからでも結果的に今まで辞めずに来られたということは最初のインスピレーションが間違っていなかったということかもしれませんありがたいことですこれからの兵庫県は 志ある次世代の若者たちに選ばれ続けることができるでしょうか職員たちが働いていたいと思う組織であり続けられるでしょうかいわゆるビジネス書系では山口周さんの書籍を割と読んでいます著書「劣化するおっさん社会の処方箋という本の中には 組織は必然的に劣化するという仮説を人間行動学、組織論、歴史的事実などから論理的に説明されようとしようとされています組織の劣化はひとえに権力者の取り巻きの劣化が原因である自分より優秀なものを 権力者から遠ざけ、真実に蓋をし、判断を誤らせる。その組織は、どんどんと腐敗し、落ちぶれていく。そんな論調です。歪んだ人事は、組織を蝕んでいきます。そして、一握りの者たちが、自分らの栄達と保身に明け暮れ、気がつけば、権力者の周囲には、 二流三流のイエスマンが主流を占めている状況に権力者は好き嫌いで人を評価します現に一部の者だけが居心地よい組織になってしまっていたとしたら末期ギンと同じです余命はあと何年でしょうかそしてそのような組織の腐敗 内部崩壊も外部にはなかなか伝わりにくく不祥事事件の発生といった出来事でようやく世間の知るところとなるのですいやこれ兵庫県のことを言ってるのと違いますよ念のため笑い まあ実はもっと長文なんですけれどまあこの一連の騒動に関わる部分としてご紹介をいたしました慌てて斉藤知事たちその息のかかった連中がこの県民メッセージを県,、えー、県民への県民局長からのメッセージを削除いたしましたしかしちゃんと国会図書館公文書館とどっちだったかな、はい、に残っておりました URL を貼り付けておきますので、図らずも、まあ、そら死ぬことはなかったんじゃないかという声は、そらあるでしょうが、意思を持って抗議すると言った県民局長の思いが、別に斎藤知事の首を取ることが目的ではありません。クーーデターや革命を起こすこすとが 彼の目的でではありませんでした今、呼んだ県民局長のメッセージ、若い人たち、これから入ってくる人たち、今働いている人たち、そういう人たちがちゃんと仕事のできる組織であってほしいという、この思いの実現のために、彼は結果的に命を落としたのだと私は理解しております。さあ、 このバトンを受け継ぐのは県職員の皆さん、そしてまあ県議会、結局、まあ、維新もある意味、今日言われて知事辞めるって言われたら知事の選挙はありますが県議会の選挙はないのでまだあと2年ちょっと、3年弱やっていけるわけですね。えー、維新の皆さん、 あるいは自民の皆さん、自民の中でも割れて斎藤さんを応援して、今まだ堂々といらっしゃる自民の県議会の皆さん。あるいは、まあ自分が65で辞めさせられることになってムカついている OB の人もいてはるでしょう。でもまあ、 まあみんながみんな天下りできて70までっていうのもそれは私はどうかと思いますんで OB の皆さんも文句言う斉藤さんがいなくなったからまた自分らがウハウハということではなくってねちゃんと後輩たちがやっていけるようにしてくださいよこのバトンをまマスメディアも含めて受け継がなあかんのんちゃうかなと思うんですけどね 放送という限られた時間、新聞という紙面の限られた中で、このメッセージはなかなか放送されないんだと思いますが、言うても、今日一日の中で、このメッセージを読むっていうことの意味もわからへんのやったら、まあ、わいわい言うときなはれ、と私は思いますね。これが、 私が最近言ってる原点はどこなのかっていうところですよね。県民局長の言いたかったことの原点はこの文章に書かれていたと思いますし斎藤知事のやった悪行のこん,なこんな混乱を起こした原点は3月27日の知事が勝手に書き加えたあのメモだったと思いますし斎藤知事を擁立した側。 それは自民党の側も、そして維新の側も、彼らの総括、これを指すのがマスメディアの力だとは思いますが、多分やらないんでしょうな、ねえ。9月9日の月曜日、朝刊チェック、お届けしてまいりますスタートでーす。 見てよし、見てよし、こうてよしようこそ天神橋筋商店街天禄天小りスタジオへこもさんこもり安則でございます今日もどうぞお時間の許す限りお付き合いくださいませ3年にわたってお届けをしておりますこの長官チェックどこかで行き倒れになるまで続いておりますが現在1000日を超えての配信10月の 2日にになりりまますすと4年目に入ります10月1日で丸3年3周年をお祝いする、えー、ナイトクルーズバーベキューというのを10月の12日、まあ、3連休の初日で周りホテルも全く取れないというそういうところなんで遠くから来ていただくのは難しいのかもしれませんが夜7時半出港八軒矢浜の船着き場から2時間のナイトクルーズでございます。現在 60人の定員から私を引きましてまあまあ50人超えたらいいなと思って募集をかけておりますが現在のところ10123 10人ですかねええでございます。 まあそうなりますと支払う単価が上がりますのでできるだけ皆さんにご参加いただきたいなと思っておりますてんこもりスタジオショップで,申し,込んで、えー、申し込みしていただけますのでどうぞよろしくお願いいたします連休の頭ということでございますがぜひお越しくださいませ10月12日午後7時集合で7時半出航出航してしまいますと遅刻してこられても船に乗っていただくことはできませんのでお許しくださいませさて毎日 さまざまな不適切な発言をお届けしております、モさんの長官チェックでございますが、昨日 NHK の相撲中継で、不適切な発言があったそうでございます。相撲中継の大阪アナウンサーがですね、大相撲秋場所ですね、両国国技館で始まりました、昨日初日でございます。 不適切な表現がありましたと放送中謝罪をいたしました。前頭三枚目、御嶽海と関脇、貴景勝が土俵に上がった直後、大阪アナウンサー、先ほど今日の放送の中で不適切な表現がありました。とだけ述べました。何が不適切なのか、全くわからないという。 まことに不適切にも程がある皆様の NHK でございますね。何があったんでしょうか何を,何,何を言ったんでしょうか、まあ、一般的に思われるのは差別的な表現というものでありますが、もう私も一応アナウンサーの。 教育は受けておりますんで、基本教育は受けておりますんで、まあ、もうだいぶ忘れてしまいましたんで、時々、気違いとか言ってしまって怒られますけれども、えー、それは、まあ、今も、まあ、ごめんなさい、ね、今一般的なこと、まあ、あえてそういうことを言わなくてもいいんですけど、えーまあ、それが出てきたらね、すぐに、すぐにアナウンサーも、何言ってるんですかって言って、えー、解説の人に、ね、言うでしょうし、場内の集音マイクから、 そんなことが入るどうですかねあの上から土俵の上の画のぶつかり合いの音を拾うためにガンマイクが仕込まれておりまして土俵の下には鐘が埋まってるってマイクは埋まってないんですけど上からは撮ってますんで「こんちくしょう!」言ってもしぶつかったらその「こんちくしょう!」という声は入るかもしれませんがそういうことでもないでしょうね何かわかんないんですね何なんでしょうか いいろろみんななが想像を巡らししてておりましてなんか八王朝があるかのようなことを言ってしまったんじゃないかという書き込みがあったりとかうん要はあの星の貸し借りっていうんですか、ええ、今日は負けといたるけど、うん、今,度今度は片してやっていうそれを匂わすようなことを言っちゃったのか何なのか。 まあ皆様の NHK ですから視聴者センターに電話がジャーンとかかってきたのか一本だけかかってきたのかその辺もよく分かんないんですねえー、解説は正面が玉の井親方向こう正面は舞の海さんでございます本当は北の富士山に出てきてほしいんですけどね北の富士山だったら何を言っても全く不適切ではないんで そこには愛があるので、相撲と相撲取りに対する北の富士さんは愛があるのでね、もう何言っても OK、はい、もうノー P ーで言っていただきたいんですけどもね、何なのか、また分かりましたら皆さんに、いかに NHK が不適切な放送をしてしまったのかということを、私のこの A 声でお伝えしようと思います。 さあ本日は新聞休刊日でございますがさまざまなニュースを拾ってまいります時刻は9時10分「12人の行かれる男たち」という映画がございました新人研修の時にそれを見て何か感想を述べろとかって言われた記憶がございます裁判にまつわる話ですよね陪審員の話だったと思います1億千万の イカれる日本人ではなく優しい日本人への世論調査の結果が出ました JNN ジャパンニュースネットワーク岸田内閣の支持率が先月よりも3.3ポイント上昇し34.3%なんと3人に1人以上が支持するというびっくりするような結果が出ました、うん、はいおめでとうございます 支持しないが60.6%となんとこちらは5.8ポイントも下がりましたまあまだもちろん支持しない人の方が圧倒的に多いんですけれどもああそうですか、うん、そして政党支持率では自民党の支持率が3.9ポイント上昇31.0%立憲民主党は誤差の範囲0.1ポイントの上昇で5.3% 日本維新の会はなんと1.4ポイント下落し 2.3%3.7 が2.3になったんですから1.4ポイントの下落という言い方もできますが半減とは言いませんが3分の1ぐらい支持する人がいなくなってしまったということですねそら維新にとってはえらいことですねそれにしましても まあ、ねぎらい効果と言うんだそうですけど、ねぎらい効果って言うんだそうですが、うーん、どうなんですかね。<laughs> なんで支持する人が上がるのかが私には分からないです。私の感性としては分からないです。投げ出しますって言ったんですから、投げ出しますって言った人を、 まあそのマウンドを降りるときにはね、降りるときにはまあまあ拍手まで送らなくてもお疲れちゃんとぐらいは言いますけど、えー、もう投げ出しますって言ったところで指示が上がるっていう、まあ、これが優しき日本人で、おそらく。 維新がこんだけダメだダメだということにね、もう、その、斉藤憲政ダメっていうことイコール維新というふうに、今、一般的にはすり込まれちゃいましたんで、となると、で立憲が立憲の代表、もう立憲の代表選挙、ちょっと延期したらどうですか、今、やると、やったらやるだけ支持下げると思いますけどね、野田さんがなろうが、枝野さんがなろうが、どっちみち泉さんはダメなわけですし、あの女性もあかんのですから。 これはもうね自民党にとってはもう追い風ビュンビュンですよね、えー、もう追い風50ノットですよね、えー、あごめんなさいノットで言うと分かりませんかすいません、えー、飛行機乗りはついついノットで言ってしまうんですけどテイルウィンドがはもう吹きまくりですよねどうなんですかねでこのまま行きますと本当に 泉んちゃんがプリプリとあと総理大臣になってしまうんですよ。いいですか皆さん。時刻は9時14分。銀座4丁目で5,000人集まったと嘘をついてそれを産経新聞や日刊スポーツが流して「これは?」と思って次桜木町ですよと昨日私が呼びかけましたよね。今日は横浜桜ででやるようですようすっって言ったら もうこの長官チェックを見た人たちが、もう何億人と集まりまして、あの、銀座四丁目よりもすごい人でした。まあまあ日曜日ということもあったんでしょうけど、えー、今度はまさしく立水の余地もないぐらい集まっておりました。PR 会社のマーケティング戦略大成功でございます。さすがですね。もう本当コカ・コーラも味の素も、 東京ディズニーランドもこの会社と契約したらどうですかあるいは立憲民主党も共産党もこの会社に PR を頼んだらいいんじゃないかなと思いますがお見事ですねすごい人が集まりましたでそこで菅ちゃんが出てまいりましたはい菅さんが出てきまして応援しますというふうに言ったわけですねええー えーっと小泉さんのツイートですね、桜木町駅での街頭演説では、今まで見たことがないほど大勢の方々にお集まりいただきまして、本当にありがとうございます。菅元総理をはじめとする神奈川県内の先生方、支部長の皆さん、そして生まれ育った横須賀市やお隣の三浦市から駆けつけていただいた皆さんにも、感謝の気持ちでいっぱいです。私はは人で何でもでで何もきる完璧なリーダーダありません 足りりないところも色々ありますしかしその足りないところを補ってくれる最高のチームを作って挑みます政策を進めるスピードを根本的抜本的に変え長年の課題に決着をつけ時代に取り残された日本の政治を変えていきます全身全霊をもって戦い抜いていきますので新時代を作るには小泉進次郎が必要だという声を 一人でも多くの方に広げてください。よろしくお願いいたしますと。まあ、自民党員に言わなあかんことを一般大衆を巻き込んでやっているというのは来たるべき総選挙の時に選挙の顔となっていきますよといういわゆるお披露目のオープン戦というやつですか。ええー、紅白試合っていうやつですか、えー。練習試合っていうやつですかね。えー、ペラントレースにはカウントされないんですけど、今、盛り上がっております。 まあ、よほど何か変なことを言ってしまわない限り、しかしまあ、手元の分厚いファイルを隠す、ちゃんと失礼になっておりましたし、ぎょうさんぎょうさん、付箋がついていたようですけれども、こんな質問が出てくるんやっていうのは、事前に分かっていて、その想定問答もちゃんと書いた上で臨んでいる、それを読んでいる、ああ、小泉慎ちゃんは、小泉慎ちゃんは、字が読めるんだということの分かる。 記者会見でしたからねすいません、知的レベルを疑っているわけではございません。そんなことは、そんな失礼なことは全くもって言っておりませんが、つまり、原稿を用意してくれる人の言うことを、財務省の言うことを、経済産業省の言うことを、アメリカ大使館の言うことを聞くんだという、そういう若きホープでございます。完璧なリーダーではないからこそ、 怖怖いんです怖いんんでですす環境大臣が軽量級の大臣やとみんな言いますがそうなんですそうなんです別にま外務大臣とか財務大臣とかやれへんかったら総理大臣になられへんのかっていうとまあそういうことは効率的には何も決まってないんですけどとりあえずこいつ大臣にしたろかう という大臣なんですね申し訳ないですけどね。ぷりぷり、もう、うん。しかしまあ、勢いは止まりませんな。となりますと、この人も応援してますよ。はい。義理も人情もない、恥を知りなさい、恥を。三原純子さんでございます。はい。 以前、野田聖子さんを応援をしておりました元総務大臣、岐阜市内で会見をいたしました、すいません、まだ20人の推薦人が集まっていないんです。あ今週、岐阜へ行ってまいりますね、そういや、はい、えー、前回の総,選総裁選挙ではですね、うん、三原純子さん。 応援をしておりました。私の政界における母のようなものですと。私を政治の世界に導いてくださった母ですと。マザームーンでございますと。あ、違いますか。またそれは違いますね。A、トップ当選を果たしたのは、もう応援してくれた野田さんのおかげですと言って、前回の総裁選挙では推薦人の代表をしとったわけでありますが、今回は、小泉 スンズローさんの選挙対策本部に入りまして地方議員班を担当しておりますこれは野田聖子さんに対する裏切りではないでしょうか政治刷新本部の中で共に戦った小泉さんは誰よりも危機感を持って改革に挑んでいましたいつまでも議論ばかりでなく古い政治に決着をつける時が来ただから私は小泉慎重はい小泉慎次郎というふうに書いております なんと野田さんは20人の推薦人が集まれるかどうかギリギリだというんですがそんなギリ人情なんて全く関係ありませんはい恥を知りなさい恥をそんな言葉が噂で聞こえてくる三原純子さんでございます時刻は9時20分紀州のドンファンが 覚醒剤がいっぱい出てきまして殺されました殺人事件になっておりますその時家にはお手伝いさんとそして若い奥さんがおりました結婚したばかりでございました2018年5月紀州のドンファンが殺されましたサキという女が捕まっておりますが、えー、別の事件 まだ19歳の時ですかね、北海道で生まれて、えー、札幌市でキャバクラ場をやってた時に3000万円騙し取られたっていう人がいました。その裁判が9月2日、有罪で実刑判決が出ております。で、今回、えー、その紀春ドンファン殺害事件につきましては、3年半経ちまして、今月の12日、 今週12日にようやく和歌山地方裁判所で始まることになっております。でこのサキという女につきまして、JB プレスが書いております。えー、3000万おっちゃんから貢いでもらって、で、すごいですよ。まあ、これはごめんなさいね、朝の早いからこんなエッチな話すんのはどうかとは思うんですけど、裁判でいろいろと。 あの証言されました、まあ、結果あのこのさきという女が3,000万円を騙し取ったということが認められて有罪の判決が出て休刑ほどではなかったですけれども実刑判決が出されております3,000万を渡して奥さんにも内緒でキャバクラで会うたこのお姉ちゃんに19歳の子に、えー、専門学校のお金がないとか留学するとか。 なんんややか言うて理由つけて3000万貢いでるんですよで一回もごめんなさいねこれはもう裁判のことを言うためにですよ一回もちょめちょめさせてもらってないんですってどころかキスも唇はさせてもらえなくてほっぺたにしただけなんですってで、まあ、この JB プレスの記事書いてますが 3000万騙し取られて裁判にもなってそんなことまで赤裸々に言わされているこの男の人かわいそうやねってまあ確かにそうですよねそらそうだと思いますでもまあまああのこの紀州のドンファンも大概の人ですよそれはね昔そのコンドームのヒニングの訪問販売をして 農家とか行って、ご主人のおらへんところで奥さんに実演販売をしてたっていう人ですからそのことをあの紀州のドンファンの本に書いてましたからすごいなと思いましたけどはいもう好みがどうとかそんなこと関係ないそれでしはるっていう人でそれでお金貯めてで新橋でえサラ金をやってでえっと皿金を何であの新橋でやったかっていうと霞が関から 買える人のを相手にしてて公務員で公務員だけどギャンブルが好きだとかお姉ちゃんに入れあげてるとか金がいると公務員の給料だけではやっていかれへんという人に若いお姉ちゃんにティッシュ配らせてそのポケットティッシュの番号を見てくる住所を見て来る人を相手にそうすると警察官警察官とその中央官庁の公務員 こういう人らを愛知にしてたら「職場行きましょうか桜だもんですか霞ヶ関ですか?」そらもうみんなビビって親の電波だ打ってでもちゃんと返してくれるんで氷菓子しててそれで儲けたっていう人なんですけどねでまあまあ女の人ももうそれはもう何千人多分の人なんだと思いますがまあでもかといってね覚醒剤取らされて殺される言われはないわけですけど。 まあ、警察はこの先以外にありえないと言っているんですけどその裁判がだいぶ時間かかりました、えー、山上被告による安倍晋三、えー、元総理のです、ね、殺害につきましてもこれもなかなか裁判が始まりませんが逮捕起訴から3年半経ってようやく今月12日から和歌山地方裁判所で裁判が始まるということだそうでございます。 以上、本日も長官チェックをお届けしてまいりました。休館日ではございましたので、新聞ではなく、私の感性に引っかかったお話ばかりでございます。ポチッと高評価がなかなか集まらないんですね。はい。現在、523いいねでございますが、最後に忘れずにお願いをいたします。また、チャンネル登録もしていただいたり、あるいは3周年を記念するナイトクルーズバーベキューを食べに来ていただいたり、そして、何ですか。 あと、こもちゃもございますし、てんこ盛りクラブにもご入会をいただきましたりいたしますと、私がなんとかこの朝刊チェックを続けていくことができますので、どうぞよろしくお願いをいたします。本日も好き勝手言って、不適切な発言が多々あったことを謹んで、読売テレビにお詫び申し上げまして、本日の朝刊チェック、めでたくお開きとさせていただきます。では、 画面に向かって、また明日、インジャンをしてお別れすることにいたしましょう。ありがとうございました。また明日、インジャン。パー。では、また明日です。失礼いたします。